触れたんですけれども、こちらね、人吉熊の手箱だったりとか、ね、クマもね、いろいろとあのグッズもございます。ちょっとね、ご紹介をさせていただけたらなと思います。何でしょうか、では何でしょうか、ちょっと分かりませんけど、移住まではないのかな。何これ、人吉のものかな。あ、奇獣馬、アメンボ、なにそれ。ちょっと私にはわからないんですが、なんだろう、うん、これ人吉のものですかね。人吉のもの、あーあー、泳いで、ラフティング、ラフティングですか。違うんですね。なんでしょうかね、ちょっと今日は分かり合えない気がしますが、クマもね、それは置いといて、ごめん、はい、まだ初っ端なんで、ちょっと許してもらってね。じゃあ、ちょっと少しだけね、あの皆さんにご紹介させていただけたらと思います。九州国立博物館の展示課長でいらっしゃいます、サイベさんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さん、拍手をお願いします。あー、どうぞ前の方にね、ありがとうございます。あ、なんかすごい今ラッキーな、私幸せになってます。私あの熊本の方に来てますけど、いやこれ絶対取っといてくださいね。展示、ここの展示課長やっておりますサイベと申します。で、今回はね、人吉熊の玉手箱ということ で展示を現在開催してるんですけど、その応援のために課長が来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。人吉熊って皆さんご存知ですか。あの熊城中とか熊川とか熊本の南の方にあるんですけれども、まあ、山々に囲まれて大きな川が流れてて、そして観光としては素晴らしい人吉温泉とかもありますし、そういったものがたくさんあるところです。で、実はその中にはですね、いろんなこう歴史があってですね、今も昔の風景が残っていたりとか、とても古いお仏像がたくさん残っていたりとか、あと奇獣馬とか花手箱とか、今もお土産で、ああそうか、熊もさっき、これだけは分かりました。他ちょっとよく分かんなかったんですけど、申し訳ない、すいません。で、4階で今展示やってるんですけども、その関連でですね、今回来ていただいて、まずパネル展もやってますし、物産展もやってますので、まあ、そちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。で、今日はあの家族の日ということでですね、4階の展示室、そうなんですよ、家族の日なんですよ。奥さんが、来られている方、保護者の方2名ですね、無料ということになって、このタイミングでぜひ4階を見ていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私も一緒にやった方がいい。超難しいです。大丈夫かな、腰。はい、写真撮ってますか、皆さん。なかなかないですよ、なかなかないですよ。プルプルしてます、プルプルしてます。大丈夫ですか、部長。部長、お腰の方は。どうですか。じゃあ早速ですね、ちょっとあのパネル展の方とか部長一緒に見ていただいてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと後ろの方ですね、部長と一緒に回りたいと思いますので、ちょっと開けていただいていいですか。あのマイクないので、おおおお、はい、じゃあ熊本サイベさんについていきましょうね。ぜひ皆さんもね、あの一緒についてきてもらって助かるんですけども、あの、道路ね、熊本ね、そうそうそう、歩いていらっしゃる方にぶつからないようにお気をつけてお進みください。